浜にあるクニーズさんに来ております。そしてお隣にいるのが2014年 T1 シリーズチャンピオン高橋邦明さんです。こんにちは、ご無沙汰しております。ずっとスタンドで練習したんです。そんなに広大なスタンドだったんですか？道路に対して球技が終わって4つ並んでるわけじゃないですか。サイドターンの時でこっち側に簡単に言うと今でもあると思うんですけど分離層なんです。こんな分厚い鉄板で蓋されてて、はい、たまに清掃業者が来てこれ開けてってやるんですけど、この鉄板かなりでかいですね。それは4枚ぐらい引いてあるから、そこに水がバッとバッとまあよく滑るだけだスキッドバットができるわけです。そうですそうです。音も出ないし、でこんなことをやってたんだけど、答えから言うと LSD ってことを知らなかったから、はい、俺の車でもできる、Fホールドができるんだ、うん、ずっと水まいてやってた時に、はい、ある日一番右側にある軽油の軽油機を投げ倒してしまい、はい、ホールド